さあ今日は蒸したてのシュウマイとビールで優勝していきましょう。いきなりカスカベ紬の公式設定を破るな。まず野菜を切っていきます。玉ねぎをみじん切りにしていくよ。みじん切りって大変ですよね。フードプロセッサーは使わないんですか？フプロを使うと玉ねぎの水分が出ちゃうからね。今回は水分を出したくないから頑張って手でみじん切りにするよ。玉ねぎを切ったらネギもみじん切りにしていきます。しました。これで野菜の準備の完了です。では次にお肉を準備しましょう。ソテー用のロス肉を 5mm 角に切っていきます。なんでソテー用のお肉を使うんですか？ソテー用のお肉を使うことでお肉の存在感が上がるんだよね。今日はひき肉と半々で使っていくよ。ソテー肉を 5mm 角にしたら軽く刻んでボウルに入れて、さらにここにひき肉をドッキング、これに塩を加えたら粘りが出るまで練っていきましょう。しっかり練ることでお肉に弾力が生まれますね。粘りが出たら醤油、砂糖、オイスターソース、ごま油、白胡椒、おろし生姜を加え、白っぽくなるまでさらに練っていきましょう。練りました。これでお肉の準備の完了です。では他の具材を加えていきましょう。玉ねぎとネギのみじん切りに片栗粉を加え混ぜていきます。片栗粉をコーティングすることで水分を閉じ込めておきますね。ではこれをお肉に入れて、さらに干し貝柱とカニの身も加えましょう。今回はお肉も海鮮もたっぷり使うゴージャスなシューマイです。貝やカニを加えることで旨味がアップしますね。ではこれらを水分が出ないよう軽く和えたら冷蔵庫で10分ほど寝かせましょう。寝かせることで調味料や具材がお肉に馴染むよう。10分後寝かせました。これでシューマイの種の完成です。では包んでいきましょう。まずシューマイの皮をスリスリします。スリスリすることで皮がずれて取りやすくなりますね。ではバターナイフで種を皮にのせ、そのままくるくるして詰めていきます。これが一番楽な包み方な気がします。包みました。これでシューマイの準備ができました。余った皮は後日ワンタンスープにしていただきました。それではシューマイを蒸していきましょう。今日はこれを使って蒸していきます。じゃん、ラーメン野菜。お鍋に野菜を敷いて蒸し焼きにするやり方でシューマイを作っていくよ。副菜も取れて一石二鳥ですね。野菜を敷いてお水を加え、これを沸かしたらシューマイを乗せていきましょう。竹網の上に乗せるんですね。最初は野菜の上に直接乗せてたんだけど水が多すぎてシューマイに浸水したので急遽竹網を敷いています。ガバガバで草。ではシューマイを並べたら蓋をして中火で10分ほど蒸していきましょう。10分後蒸しました。これにて完成、つむぎちゃん特製シューマイです。では食べましょう。いただきます。醤油とからしをつけて、パク、うん、おいしい。粗く刻んだソテー用のお肉のおかげで肉肉しさにあふれています。カニやホタテのおかげで旨味も十分です。また具材をいろいろ入れましたがしっかり練ったのでまとまりがありますね。蒸したてのシューマイ、これは絶対ビールに合いますね。カスカベ紬の公式設定を守れ。ごくごく、はは、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。さすがに全部は食べきれなかったので残りは明日の朝に食べましょう。冷めても美味しいのがシューマイのいいところですよね。あ、蒸した野菜たちも後日美味しくいただきました。はい、それでは今回の動画はここで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。